天馬天神繁盛亭は大阪府大阪市北区天神橋2丁目にある寄せ情報落語の定石の一つで落語を中心に漫才、俗曲などの色物芸の興行が連日取り行われている。通称繁盛亭,亭。2003年に情報落語協会会長に就任した桂三氏が天神橋筋商店街で落語会を行える空き店舗の提供を 商店街側に依頼したことから、繁盛定会定の構想が始まる。商店街は、この依頼を、大阪天満宮に持ち込み、情報落語協会も交えて、話し合いを重ねた結果、天満宮用地に、落語専門の定石を新設することで合意。用地は、大阪天満宮の寺井種のり宮司の行為により、無料で提供された。1957年に、 恵比寿橋小区が閉城して以来半世紀ぶりに大阪に寄せが復活することになった。立地場所は1912年に吉本吉兵衛政府祭が買収した第二文芸館の跡地の向かい付近にある。2005年12月1日に着工2006年8月8日に竣工2006年9月15日開石 初代石堤には朝日放送出身の岩本康夫がついた。岩本は2006年10月に退任。その後2007年1月に支配人の名称で和歌山放送出身の尾田正和が石堤に就任。繁盛堤の名前は六代目正福堤昇格の発案により千里中央のセルシーホールで情報落語協会が主催していた落語石。 千里半城艇に由来する。2019年7月1日、リニューアルオープン。空調設備入れ替え工事、劣化した天井の町鎮1200丁の新長、館内を一部改装、ロビーを広げ休憩時間遠くつろげるスペースを確保。半城艇の天井地上鉄筋3階建て、敷地面積591.06平方メートル、建築面積457.76、 平方メートル、延べ床面積589.93平方メートル。座席は1、2階の216席。設計者は、かの忠正建築研究所。施向者は、銭高組。講座や、客席の数等は、東京にある複数の寄せを参考にしており、情報落語協会副会長の4代目、林家染丸が、建築家と共に調べ歩いた。 劇場内外の天井には、募金をした人々の名前や団体約4500件分の名前の書かれたちょが並べられている。舞台は、檜の木作りで、講座のひざ員は、五代目、桂文らが使っていたものを用いている。また、舞台正面上部に掲げられている額の字、楽は、明治時代に大阪府船場淡路町にあった、桂葉派の寄せ、行く予定の額の字。 薬に由来する。この額の字は三代目、桂米朝による直筆であり、また彼の好きな字でもある。天馬天神半上邸に飾られた人力車、情報落語流星の時代の象徴として、語り継がれている赤い人力車が復活した。この人力車は、初代、桂春団児が多忙のために、移動の手段として使用したとされるものを復元しており、多額の借金による、 日の車の車楽になっている。しかし、これは一種の伝説で、実際に赤い人力車を使用していたのは、三代目、桂文蔵である。桂三氏が、劇場らしい雰囲気を作り、呼び物になるようなもので盛り上げたいと提案し、信仰のある、鈴木道子が、静岡の職人に制作を依頼、寄付をした。2006年9月15日には、コケラ落としの記念として、三代目、 桂春ラハがこの人力車に乗り、三種が車引きに噴して、天神橋筋商店街をパレードした。2017年12月25日には、四代目、桂春ラハ襲名を控えた、桂春之助が、繁盛亭前からこの人力車に乗って、大阪天満宮へ向かい、襲名工業成功祈願の参拝を行った。天馬天神繁盛亭に飾られた人力車と、 ポスト初代春団子が活躍した時代をモチーフに建設された繁盛亭に合わせ明治時代の様式による黒い屋根付きの特殊郵便ポストが設置された。当館者第1号は除幕式に立ち会った桂三子繁盛亭のスターを作っていくという目的のために入門25年または10年以下の中堅、若手を対象に贈られる賞である。 団体割引は10人以上から140バイト言語日本語 ISBN 978から49億399万3041ありがとうございます。